あ、そういや帽子やあったね、これ忘れた。ユキユキキャップ、ラッキーリボン、トロピカルな髪飾り、デイジー。え、変わってるで。ラッキーリボンなんかあった？違うな、だって麦わら帽子とかあったもん。ラッキーリボン買いた。いくら？1000円。ラッキーリボン、ラッキーなるかな。どうなんよ、緑色のリボン。あ、でも運みたいな上がるんかな。買っちゃえ。自分で手滑った。すげー。あの、なんていうの、選ぶ選択肢のやつあるやん。下持ってこうとしたらさ、ゴミ箱のとこにヒュンっていってさ、うん、やってしまった。あー、まあ、もう一個買ったんですけど。は？ほんまや。これラッキーになってます？ちゃんと。あの、装備品に普通にラッキーとかついてない。書いてない。プラス何とか書いてない、書いてない。え？何も変えてない、そんな。だからもうそういうことや。ただの見た目ってこと。これそうやろね。マジで1000円、2000円したのに。信じられへん。ほんまや。見て、リボンほら。え、でも見てよ。あ、でかー。2000円。帰ってった。無言で帰ってった。なんか言って。ゴミどこや？ゴミしたか。なんかあ、だだだだだだ、あれやんな、ディズニーとかでそういうのつけて浮かれてるやつおるよな。私ですわ。あー、待って、歩いてる。とっ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 と、おらんなって思ったんですよ。おらんなって思ってたんですよ。思ってた。スピリットイブのお祭りに期待してる。なそれ、スピリットイブって。なんか近々祭りあるっぽいで。え、なんか宗教絡みじゃないそれ。やめろやめろやめろ。イベント起きました。はい、イベント起きました。あ、これ前犯人が見たやつじゃん。まるちゃんイベントかもしれへん。あの、お父さんがまるちゃんの手出すなよみたいな釘刺してくるやつ。あ、あれやわ、あれやわ。作業してるでって言ってるから。そうか、見とく見とく。言ってて、もう知ってるねん。これ犯人が見てどうしようって言ってたから知ってんねん。釘刺される、釘刺されるやつ。お父さん、私女なんですけどね。でも、いやでもスタバレ性別関係なく結婚できる。そっか、同性婚ありなんや。そう。めっちゃ釘、いやいや、めっちゃ真顔で釘刺されてる今。目死んでんねんけど。目に光なかったで、ジュメトリウス今。こわっ。マルにチクったれ。帰ってきたマルにチクったれ。犯人どっちにしたやった。え、チクらんといてあげたんや。あ、チクってなかった。うん、チクったって。でも好感度下がるやん。下がるかな。ジュメトリウスの好感度下がってもいいんじゃん。いや、なんか君のお父さん様子がおかしかったよってことやろ。いや、好感度下がりますやん、私ここちょっと。だって私の義理のお父さんになるんですよ。お父さんの好感度関係ないもん、結婚に。いや、関係あるでしょ。家族になるんやから。ない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 。自分みたいだけやろ、これ。みたいだけ。しゃあないな。はぁって、めっちゃ怒ってるやん、どないしてくれんのよ。そうなの、父さん彼女になんて言ったろって怒ってるやん、どっちも。ちょっとちょっと、トライしてくれんな。大丈夫だ、私たちはお前のことを話してただけだよ、マル。僕にいくつか言いたいことがあったんでね。でもお前を困らせるつもりはなかったんだ。嘘をつかなければよかったなって。私悪くない。大丈夫だよ、父さん気にしないで。サンプルか結晶買っちゃう前に作業に戻らなきゃ。なあね、お前ら。え？私、結局なんだ？なんやねん。息子だけが悪い。なんやねん。なんやねん。何やったんや、今の。え、とりあえず、動物小屋？建てるけど、どこに建てるスペースないんですけど。
ないの。ないよ。だってこのキーじゃがやもん。もう一個。はい、もう一個。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 終わり。オッケー。はい。はい。うわー。はい、できた。オッケー。虫小屋建てました。ほら、白瓶さん。はい。ロビンおらんなって、あ、待って、セバスチャンのイベント始まった。なんだっけ、帰らせてくれよ。パソコンいじってる。本落ちてるよ。待っとこ、ほな終わるまで待っとくんで。うんうん、なんかカチャカチャしてはるわパソコン。何してるんや。始めようか、パソコン。悪かったな、今やってた仕事を終わらせときとか。え、仕事してるで。仕事してた。そうなんや。仕事あったん自分。ニートや思ってて。ニートや思ってたからね。どんな仕事してたんかちょっと聞いてみるわな。うんうん、プログラム書いてた。フリーランスのプログラマーらしいで。え、いいじゃないですか、ちょっと。ちゃんとしてるじゃないですか、フリーランスですけど。なんだ、ね。ちゃんとしてる。仕事してるやん。なあ、サムからメッセージ届いてる。うん、どこか行こうって誘いやけど。正直今日はあんまり外に出かけたくない。超わかる。その気持ち超わかる。あるある、あるよな、あるある。あ、ロビンさん来た。あ、こんばんは。もう帰っていいっすか。ちょっとそんなつもりじゃなかったんですよ。アビゲイルが探してた。うん、いや絶対アビゲイルとできるパターンやと思うんやけどな。確かにね、お似合いだよね。後で行くからって。アビゲイルゴリゴリに押すな。家にいるからって遊んでるわけじゃないって怒ってる。マルが、分かってる。マルが診療所で仕事してるときは誰も邪魔せんのに、俺が一日中ネットを眺めてるだけだとでも思ってるんかやって。正解。そうやと思ってた。そうそう。仕事やと思われてない。将来の目標は何か聞いてみると、どうして友達と会いたくないのか聞いてみるがあるんやけど。あー。いや、将来かな。友達と会いたくないのは仕事してるからでしょ、今。普通に。将来何したいん。集中してるかな。集中してるんやな。うん。あ、お金貯めて出たいんやって。都会で暮らしたいらしいわ。うん。お家出たい。お家出たいらしい。ちゃんと大学に行ってたら今頃年収8桁は稼げてたのかもな。でも会社同士の競争に巻き込まれてアクセスするなんてごめんだろやって。それに俺の場合パソコン越しの付き合いの方が直接顔を合わせるより楽みたいだって。わかるわ。人付き合いってめんどくせえよな。あ、仕事戻るって。ちょっとこのふざけたリボン取りてえ。このディズニーランドのクソみたいな。あ、寝てる。11時40分や。帰らな。ちょっと何時間話してんのよ私。刺身あげたらすぐやったぞあいつ。ちょろちょろ。マジちょろ。まずい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 。意識失った。また緊急手術入る。うん、この塊ほんま。そう。え？何やつが、鉱山の入り口で助けてくれた。いいかい、次からもっと気をつけるんだよ。金取られてません？いけてる。金。おっと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 。あいつ。テンゴルドを紛失したようだ。紛失してない、あいつや。海賊の剣取られた。え、ライダス！ライダスおめえ。剣だけはやっちゃいけんって。ライダスやりやがったんやろ。やりやがったお前。帽子闇に行こう。これ犯人にあげるから、頭。あ、そうか、いい帽子をね。かわいいのつけたい、かわいいの。かわいいと思ったんだな。まさかこんなハッピーセットみたいな頭になると思わんやん。でかすぎるね。びっくりした。でかすぎるな。ほんまにディズニーランドよな。あの、リボン箱に入れとくからさ、つけてくれる？あ、デイジーかわいい。デイジーかわいい。
告げるよ。はい。やっぱお前の方が似合ってるわ。お前の方がやっぱ似合ってるわ。それはそうやね、やっぱそうやな。やっぱ犯人の方が似合ってるわ。下すぎ、はい、言わないなんでこんなデコに熱い。水着攻めすぎじゃない。何買うてきた。あかん、お前パーティーリボンにしか見えへんのよな、それ。いらん。何でついてる。名前これ。汚い。汚い、いらんやねん、この部屋。やめてくれよ。ダオーク、息しとるぞ、こいつ。生声、生きてるな。生声、うんこや、もうあれは。うんこや、汚いわ。いらん、いらん、マジでいらん。うわ、ドワーフの巻物 1G やって。 1G くんや。ドワーフに謝れ、お前。頑張って書いたんやぞ、ドワーフ。何書いてんの。なんでミキと一人で寝てんねん。やめろや。向かい合って寝るなよな、マジで。そんなことなるんや。いや、ちょっとライナス仲よなっといたらさ、抜かへんのじゃない。金1000円絶対抜いてるやろ、あいつ。抜いてる。いや、逆かな。仲なくなったよ。仲いいから助けに来てくれた。あーはー、そっか。逆にな。え、でも治療費も1000円だ。トントンなんやけどな、結局緊急手術してても。うん、ライナス、ちょっとヘイゼルナッツやっとくか。あいつヘイゼルナッツでぬか喜びしよるやろ。どこにおんな。うん、おらんど。言い方が悪い。やってることはいいことやのに。いや、すぐヘイゼルナッツやっとくか喜ぶんや。あいつ食いもんやったらなんでもええ。おらんど。おらんの。おらん、どこ行きよった。いや、だって金パチられてるからな、こっち。まあ確かにな。優しくなられへん。しかも1000円ってな、ちょっと結構でかいで。私が6000円でかいで。ライナスからしたらそれでね、結構1年ぐらい遊んで暮らせるかもしれないけど。お前も大概なんよな。あ、なにこれ。明日はスピリットイブやって。ペリカンタウン。お前、闇の亡霊の気配。何が。午後10時カラーやって夜やん。闇の亡霊の気配かもしれない。多分あの中二病のさ、魔術師は大活躍するんちゃう。大喜びやろな。ウキウキやで、多分。ウキウキやで。闇の亡霊が私を呼んでいます。また占い師来るかな。行こう。はい、プレイヤー待ってます。はいはい。ハッピーな、外れてます。ハッピーなリボンつけやがって。お互い様やけ。頭にお花つけてる。ちょっとこんな時間までこんな子起きてて大丈夫な、うん、もう11時近くですよ。迷路に行きたい。いや、でも祭りの時だけ。いやー、11時って結構じゃない。怖すぎやって。可愛い、うん、もうちょっと早う始めてもいい。レアなかかしある。買えへん。破壊し。いらん。いらん。いらんな。全部いらんな。上も行け、上も行けるよ。すごい。上が迷路になってる。ほら、超下から行くか。迷路から行く。迷路から行く。下から行く。どっちや。下行こうや。あ、セバスチャン。ちょっと待ってて、これ。人権いいの。こんなことして。俺に近づくのじゃなくて。見せ物ですやん、これ。いや、一応、うん、まあ、陣ではもうないかもしれませんが。どうやって歩いて。確かにそれは思う。モンスター犬。どこまで確かにね、人権を持っているのか。モンスター犬。ちょっと
考えさせられる一言やったな、今。ちょっとリアちゃんかわいいわこれ。かわいい。シュッキーってなった。違う。お化け迷路って言うんか、あの上のやつ。ほんなら、こんなんおるってこと。剣持たしてもらわな、無理なんやけど。襲ってくるん、危なすぎるやろ。いかんほうが。丸数時間見てないって。ちょっとなんかさ、丸の心配しすぎじゃない、うん、デュメトリウス。すごい過保護よな。過保護。だって、もう働いてるいい大人やろ。うん。なんか、中高生ならわかるけどさ。マルも連れ子やったっけ？マルはここでできた子やったっけ？あれやろ、セバスチャンはさ、ね、こっちの連れ子やろ、確か。そうそうそう、ディメトリウスとは違って。違うんやんな。マルは、ほな、ここの二人でできた子なんかな。かな？あ、そういうことか。だからセバスチャンの家でできたんか。連れ子同士やったらあれやしな。連れ子同士じゃないんかもね。かな。だってマルちゃん、ちょっと色薄いやん。ディメトリウスに比べたら。肌の。なんか、そんなことまで見てなかったな。ちょっと薄くない？色。ちょっと薄いか。2回目喋れた。あれ？これ2回目喋れる人と喋られへん人の違いは何なの？ちょっと待って。うん。これ、ルイス2回目喋った？ちょいちょい。喋ってなかった。塔に住んでる妙な男が一人で全部やったんだ。張り切っとる。やっぱり張り切ってた。あーやっぱりな、しゃかりきやったらしいわ、やっぱり。常にこの村に存在しているしゃかりき。存在意義、これスピリットイブだけ。ここもマルちゃん、あ、迷っとる。見つかってしまったね。確かにマルちゃん、ほんまや、ちょっと色薄いわ。そうやろ、ちょ、若干色薄めやろ、うん、こいつ絶対迷っとるやん。いや違う、隠れてるって。おじくそや、隠れてるんや。あの、カボチャに触ってったらいいか。一緒に行こうか。うわ、待って、なんか見えてますよ、ほら。きっしょ。きっしょ。通れそうやけどな。通れるやん。通れたところで、うおぉ。ちょっとちょっとちょっと。通れへん。これ言うのは平気ですか？あー、平気ですよ。これは平気なんですか？気持ち悪いですね。ふにょってますね。ちょっと握手してみたいですね。あ、あー。ららららら。誰ちゃんやった。あ、そう、ペニーちゃん。ペニーちゃん。危ない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 。いいや、これハカちゃん、これ飾る？そう、撃っとって。入れるん？いらん。入られへんわ。入られへん。でもお家の中になんかおって、あ、覗いてはるな。ニンニクぶら下がってる。ここ、あ、目ピカピカになってる。ニンニクぶら下がってるで。ほな、ヴァンパイアの家や。ちゃうやろ。思ったけどちゃうやろ。いや、これシャカリキであいつ準備したやなって思うと、ちょっとちょっと考え深いな。ほら、これ一瞬映ったで。ほら映るな。なに？調べられへんけど、なんか怪獣みたいな。ゾンビ？しゃべりた。取れたかどうかな。レリーやろ。連打したらいけるやろけど。怪しげだわ。しょ、これ宝箱欲しいんよね。これ欲しないっすね。ほんまや。あ、アビゲイルちゃん、噂をすれば。雲嫌いな。一緒に行く。かわいい。アビゲイルちゃん好きやな。嫌よね、あれ。動くか。動かん。動かへん。あれ動かん。アビゲイルちゃん、これ作る前で。いけるで。卵地味にキモらい。卵キモい。卵キモいな。あ、サム。これ、あいつどんな気持ちで準備した。あかん、もうあかん。それ考えただけでもうしんどい。この砂場にシャレコーベと刺して海に持つ。これなんすか。ほら、もらい。あ、なんか取れる。ここも取れるで、ほら普通に取れるな。あ、これ宝箱ちゃうか。ちょっと待って、ここ、ん、これ入れる？入れてまうわ。え、あ、抜けれるんか。なるほどなるほど。真ん中まで来てよ、真ん中まで来てよ。ちょっと待って、でもこれ以上行かれへんくない？あ、いけた、いけた、抜けれた。ゴールデンパンプキン手に入れたんやけど。やったー。え、やったー。何これ、ゴールデンパンプキンを受け取った。高く売れるが他に使い道はないって書いてるわ。え、ちょっとあの上行きたいすぎるんやけど、ちょっと。行きたい、行きたい、行きたい。これ行って、戻るかな。行かしてほしいんやけどなー。絶対話しかけたい。どう、いや、あ
れ絶対上でニヨニヨしてんねやろ、あの二人。まあ、無理やな。あれやん。シャレコーベで怖がってるわ、言うて。めちゃめちゃ仲いいやん。なんで確かに気合いそうやん、ね。確かに。なんか噛み合わんけど、気は合うみたいな。噛み合わんけど。うわー、行きたー。自然のものを愛するべきだ。だな、自然愛してるからライナさんああいうな、生き方をしてるわけであって、てかこれほんまに終わりなくない？ルイスももう喋られへんしさ、もう帰るだけじゃん、帰るだけなのこれ、あと、帰る？終わり？帰る？帰りますか？帰るのかな？やめろやめろ、現実みんなすぐに。あー、何にもなかったな。あ抜けてもうたな。ぬる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